はい、こんにちは、山城と申します。今日はね、何をやっていこうかというと、スターステージのね、動画作品の二次使用についてね、どれが OK、どれが NG だよっていうね、ガイドラインをね、ちょっと作っとかないといけないなというね、ことを言いましてですね、作ってみてる試合でございます。まあ、これをね、もし見ていただいている方がいらっしゃったらね、どこにしようかなって、そんなのね。もともとそれはね、何百万再生とかね、されてるね、動画とか、まあ、何十万再生とかでも今、何万再生でも今、全然あるか、切り抜きはね、ライブ配信ね、系の、いわゆるゲーム実況系のところだと全然切り抜き1万再生とかでもね、全然需要がありますしね。それはね、そういうところだったらあれですよね、こんなね、5分、10分ぐらいのね、動画を出しとってね、しかも動画の再生数がね、5とか6、1桁、1.2 桁、っていうね、やつかね、何を言ってるんだって、どこにね、切り抜きにしたいっていう需要があるんだとね、いうふうにね、思われるかもしれませんけどね、まあ、一応作っとかないとね、いけないよっていうのにね、まあ、ちょっとね、おいおいとそのあたりもね、話をしながらね、やっていきたいと思います。まあ、多分、この手のね、その切り抜きのルールとか知ってる人だったらね、びっくりするぐらい自由なんでね、それをね、やっていこうと思ってますんでね、まあ、ちょっとその回もしっかりと解説していきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということでね、画面をね、ちょっとスクリーンショットに変えてみましたけどね、スターステール動画作品の二次使用についてということでございます。で、二次使用っていうのはね、まあ、いくつかパターンがあると思います。単純にね、今多いのは切り抜きなのかな。切り抜き利用っていうのが多いと思いますし、切り抜きは YouTube は切り抜きが多いけど、ニコ動だとマット系とかね、そういったような加工系が、ちょっと増えてくるのかなっていう、ような傾向は、感じてますけど、まあ、もともとマットが多くて、ですよね。で、YouTube の方は、マットからどんどんと切り抜きに変わってって、どれかと切り抜きが今主体なのかなっていう感じがしてるんですけど、二次創作、いや、二次使用作品という形ではですね。で、これってじゃあ二次使用ってその法的なところでどうなのか、どうのこうのっていうところなんですけど、これ、原則、二次使用って法的なところで言うと著作権法違反に引っかかってくる可能性があるわけなんですよね。うん。で、そのあたりの説明は昔に1時間以上ね、がっつりと説明した動画があるんで、それをちょっとまた見てもらったらいいかなと思います。詳しく知りたい人はね、そういうのがあるんで、で、その時、まあ、フェアユーズ法とかそのあたりの話とかもちょっと増えてるんですけど、まあ、今回に関しては、その著作権って変な話なんですけど、その権利の主張する側がね、いやダメよって言ったらもうダメになっちゃうんで、っていうところなんで、まあ、今回の場合は、うちの作品を使った場合ですね、うちの動画データ、動画のネットをね、使った場合ってなるんで、私が著作権の主であるよっていう場合の話ですね。私というか、このスターステールがね、主に出てるよっていう場合になります。基本的にマットだから、こうだよ、切り抜きだからこうだよじゃなくて、もう二次使用をまとめてで話をしていきますので、うちの動画のね、データをね、使いたいよっていう人はね、これで、押さえておいていただければと思います。じゃあね、早速見ていきましょう。まずはね、共通事項として、まあ、すべてのね、コンテンツっていうのかな。うん。のところで行くと、この共通事項1ってことで、スターステール各チャンネルで公開されている、動画データの二次使用は全面的に可能でありますよ、というふうにさせていただいております。これがね、かなり、他の、YouTube チャンネルとは、だと、限定ね、してる場合が多いですけど、どこだろうな。最近はでも、YouTuber だと、切り抜き、とか、二次使用 OK ですよって言ってるところも増えてるか。増えてるっていうか、うちが見るところは多いのか。翔さんとかもそうだし、翔さん、レペゼンさんとかもそうだよね。あと、東海さんか。東海さんも、その収益化、未収益化、収益化していない、作品に関しては、チャンネルに関しては、全然好きにやってもらっていいですよ。で、収益化したい場合は、またその収益化を、その再分配プログラムみたいなのを、ウームさんがね、作ってあって、あれも、なんか東海発な感じがしますけどね、ウームの中でもね。うん、で、いうようなプログラムがあるんで、まあ、いわゆる公認切り抜きチャンネルですね、っていうような形を作るっていう。
ヒカルさんはそれがオンリーだったかな、確か。引き抜きする場合は、その、公認にとってそれで、収益、再分配するような形でっていうような、システムを取ってるところとかもあったりとか、あとは、まあ、相馬さんみたいにね、積極的転生よろしくお願いしますっていうような、ね、感じでやってますけど、まあ、うちの場合はもう、ほぼほぼそこに近いのかなっていうところなんですけど、うちの場合、その、ね、いうところでいくと、全然弱小なわけでございますよ。なんでね、そのあたりは、ちょっと他のところと差別化を図るようなこともやってます。ただ、最初にね、ちょっと触れておかないといけないのは、一応、全面的に可能なんですけど、こういったのではダメですよっていうのを、ちょっと先に触れておきます。このあたりですね、いかに触れるものですね、転職する内容のものは禁止しますよということで、まあ、ね、こっちから警告を出したりとか、もしくは、運営さんね、YouTube の運営のところに、こういう、不正な使用してるんで、やめてくださいとか、いうような形を取らせてもらうことがあったりとか、まあ、最悪の場合はね、訴訟になったりとかっていうようなことも、一応入れないといけないですよねっていうことなんで、まあ、今の段階では、うちのね、もともとのその、受ける被害が小さ、もともとのパイが小さいんで、それによるデメリットはなかなか証明しにくいところですけど、まあ、大きくなった時にはね、もしかしたらね、この動画がね、お客様が見ていただいている時には、うちのチャンネルがね、1000人、1万人、もしかしたら10万人とか言ってる可能性もないだろうな。うん。なしてね、13人やところですからね、ということで。まあ、それは置いといても、一応ね、作っとかないといけないよってことで、やってますけど、で、まずは一つ目、これは NG よっていうのをね、四つ挙げました。一つ目、スタンステールの利益、信用に著しく損害を与える内容である場合。まあ、いわゆる、悪徳な切り抜きといったらいいかな。切り抜きなんて本当に、うちなんて今、言うてその短い動画がどうのこうのって言ってましたけど、コンテンツが今1200、メインチャンネルで1160ぐらいあるのかな。もうすぐ1200になりますよっていうところ。サブチャンネルとか、細かい4つ目とかね、あんなタイとかを合わせるともう1200は、優に超えて、1300、400くらいあるのかな、っていうようなね、ところになってきてますね。まあ、コンテンツ量としてはまあまあな数があるわけですよね。ですから、私のトークしてるところをね、切り詰まんでね、やってね、すげえ悪徳人にすることとか全然できちゃうんですよ。編集で何とでもできちゃうっていうのはね、ありますんでね。まあ、なんとなりにくいね、ところ使ったりとかしてたりするんですけど、あんだけね、放送してる中でもね、ここはちょっと、間違えて使われるだろうなとかっていうところ、ある程度カットはしてるんですけど、とはいえですね、これはもう編集が上手い人だったら、どっちにでも振ることができちゃうっていうところがあるんですね。ですので、そのあたりでね、厳しく、うちのね、スタステル、山城のね、信用とか、を信用失墜行為みたいな、ね、形とか。あとは、利益をね、うちの、要は損害が与えられるっていうようなものである場合は、それはちょっとやめてくれよ、というふうにさせてもらいますよ、ということでございます。これに関しては、警告をするなり、まあ、激しくね、それによって、被害を被った場合にはね、当然、損害賠償とか、そういったような話になってしまいますのでね、ということでございますね。で、一つ目がこれ。で、二つ目が犯罪、誹謗中傷、差別行為に当たる内容の場合。まあ、ですから、犯罪行為の、助長に、山城さんがね、こうやって言っておったからね、いや、こんなね、殺人とかに犯してもいいんだ、みたいなね、そんなね、わけのわからん理論にね、使われたりとかしたら、いやいやいや、そんなわけではないので、ダメですよっていうことですね。まあ、多分、はたからね、見てる人、9割9分の人、99%、99.9% の人はね、何言ってんねん、こいつみたいなやつでも、0.01% でもね、信じる人がいてね、それでその 0.01% のうちの、0.01% の人が、実行したら、10人が殺人犯になるっていう計算になっちゃうんです、ぐらいですもんね。1億の 0.1%、1% が1000万、100万でしょ、10万でしょ、10万で、その 0.01% とか10万の、1% が、1万1000やろ、1000で 0.1% やから100の10でしょ、そう、10ですね、そういうことなんですよ、ですね、ということでございます。
ね、っていうことなんで、まあ、そういうことなんですよ。まあ、サイコパスとかそういうのってそういうのですよね。それで一緒に出てきたら、なんてすごいのがめちゃくちゃなんか出てきたんだってなるっていうのは、そういうことですよね。普通信じないようなことでもね、つまり 0.1、0.0、全国の中でね、日本の国で、が1億の人口だったとしてもね、0.01%、99.99% の人が、そんなの馬鹿げた話だと思っても、0.01% の人が信用して、さらにその中の 0.01% の人が、それを実行に移してしまったら、それで、10人の、とんでもない、とんでもが生まれちゃうということなんですよね。うん、ということでございます。ですので、そういうのに当たるようなやつは、ちょっと厳しく、取り締まりはしますよ、ということでございます。差別行為とか、誹謗中傷とかね、そうなんだけどもね。差別化を図るとか、そういったようなところのやつじゃなくてね、もう完全に、国際社会的にもね、その、日本の法律を犯すようなね、こと、に関しては、基本的には、ダメになります。まあ、犯罪ってなってますから、刑法だけになってしまいますが、もちろん民法に触れるようなのもね、まあ、それが、まあ、コンプライアンスっていうと、あれか、法令か、犯罪、犯罪、法律違反ですね、そうそうそう。でしとかないと、民法的なところが含まれなくなってしまいますので、まあ、1億に当たるような内容の場合はダメです。というふうになります。で、宗教政治活動などを目的とする内容である場合も、これは、ダメします。宗教活動のね、要は、ね、この神様を信用してください。なぜなら、山里さんがね、こう言ってた。これはつまり、我々の神様が、正しいという証拠だ、とかって言ってね、とか、ね、特に論拠もなくね、スタッフセールの人たちもね、うちの、信徒、宗教をね、信じてもらってますよ、とかっていうようなことね、言われると、これは、非常に、問題になりますので、宗教活動とか、政治活動はですね、これも、うちのところもね、多少ちょっと政治的な発言が、強めにはなってるコンテンツも多いんで、そのあたりでね、切り抜くとかすると全然違った、ミスリードにね、なるような、方向でね、持っていくことも全然できますんで、そのあたりはもう基本的に、ダメにしますね。宗教団体や政治団体、に関してはもう単純使用も、もう宗教団体のその公式チャンネルとかでは、使わないで、あとは、政党のね、ところとかも、基本的にはダメですよと。もう単純使用で、NG というふうにさせてもらいます。これはちょっとご理解の方よろしくお願いいたします。ということですね。うん。まあ、一応ね、所属が参政党にね、所属してるんでね、もうさっき、ちょっと全然顔出してないこと申し訳ないんですけど、9月上旬まで、9月は無理だ。どうにも動けん、9月までは、ということでね、政治団体、まあ、ですから参政党の方にはね、もしかしたらね、言うて長いことを党員にやってるんで、もしかしたらそっちの方に顔出ししたりとかね、まあ、この前、どこだったっけ、明日の話題党さんとかね、あっちの方とか、とは絡ましてもらったりとかっていうのがあったりするんでね、まあ、そういったこと場合で、直接、その、コラボとかでね、出るような場合っていうのは、それは全然、大丈夫なんで、いいんですけど、基本的には、政治団体の、要は二次使用の場合はね、ダメですよということを、ご理解ください。で、スターステールで削除、非公開対象となったデータを使用している場合と、いうことですね。ですので、うちのところで、NG になっている動画、日本、自主的に削除しているのが、うち1300分ぐらい上げとって、多分10分ぐらいあるのかな。で、実際にいわゆるバン食らったやつですね。権利侵害で、バン食らったのが2件かな、2件かな、あるんで、うん、ですので、それに関しては、そのデータね、まあもう今データ消えちゃってて、私も手元にないんで、もうどこにもないと思うんですけど、毎日ね、誰かがデータを落としておってですね、その、要は削除になったデータとか、こっちが非公開にして、ね、これもちょっと、いろいろと問題があるやつだからダメですわっていうふうにしたやつを、公開するのは、やめてくださいということです。まあこれに関してもね、うん、これは、こういう、その削除になってるのを使ってたら、もう一発アウトですし、まあ、できれば、まあ、訴状法的な話になってしまうんで、そこまでは厳しく言えないんですけど、
こう、切り抜き動画を公開しましたよ。公開した後に、こっちのね、メインの方で、バン食らいました、っていうようなやつに関しては、公開を実施していただける方がありがたいですね。まあ、ただこれに関しては、うちの方でね、強く言えないっていうか、まあ、ただ、そうしとかないとバン食らったよっていうやつに関しては、結局、その切り抜きチャンネルのところも、だからガーシーのやつを切り抜きしとって、ガーシーがバンされて、ガーシーの切り抜きチャンネルもまとめて全部バーン食らったっていう、あの理論で、それは同じ、その権利侵害やつで、申告してるやつを、切り抜き使っとったら、それも権利侵害って言って、権利者から、バンの申請が来る、恐れがあるんで、まあ、上げとかない方のがいいですね、っていうようなことですね。うん、っていうことです。っていうのなんで、そういったデータは検討しようっていうことです。逆に言うとこれ4つだけです。この4点さえ守れてれば、あとはもう自由にやっていいですよっていうのがうちのところの特徴になってきます。で、共通事項として、動画の認知使用にあたってはね、これは強制ではないです。任意でね。このね、下に書いてあります。これ概要欄にも、書いて、置きますんで、starselfpresents@gmail.com、この、E メールアドレスか、まあ、もしくは Twitter のね、DM、で、その、こういった動画なんですけど、完成品の URL でね、いいんでね、送っておいていただいたら、基本的には、別に送っていただかなくても、勝手に作っておっても、一応 OK は、OK。なんですけど、まあ基本的には私もね、どんなのがあるのかなっていうのはね、ぜひ見てみたいんでね、ぜひ送っていただければと思いますということですね。で、下がね、これ今年で書いたけど赤字で書いておいた方が良かったかな。二次使用した動画の収益か商用利用は原則可能とします。これがうちのチャンネルのところの一番大きな特徴になってくると思います。普通はその利用は勝手に使ってもらってもいいですよ。ただね、収益化とかね、お金が絡んでくるとね、ちょっと、問題が出てくるんでっていうところなんですけど、まあ基本的にそこでそんな問題になるような規模じゃないところではあるっていうのもあるんですけど、っていうか、そうじゃないと、うち側もそもそも収益化できてないのにね、その辺を収益化できてないチャンネルの素材を使ってね、やってね、それで何百万とかね、再生が取れるんだったらね、そりゃね、あれな話になってくるんですけど、絶対そうは見込めないじゃないですか。元の作品が数十再生とかなんでね。ですのでね、もう作ってくれるだけでありがたいよってことで、その商用利用したから、うちのところに、その、再分配みたいな形でね、プログラムに取り込んで、じゃあ、その実際に入ってきた収益の、半分こしましょうねとか、そういうようなところが多いのかな。半分こ折半にするか、まあ、もしくは、8-2 とか7-3とか、まあ結構それはもう、それ当事者間の契約なんで、結構、会社さんとか YouTuber さんとか事務所さんによってね、全然変わってくると思うんですけど、うちの場合は、もう、どうぞ勝手に商用利用も使ってください。大丈夫です。そこは大丈夫です。だから、逆に言うと宗教利用とか、その政治利用には、やめといてねっていうのは、ここもあるんですけど、うちはもう、お金の面に関しては、もう、うちのところね、使ってもらって、お金稼ぎ全然大丈夫です。っていうスタンスでさせていただきます。まあ、このスタンス、ここまで、ボンと、割り振っちゃうところは、多分そうないかなと思ったんで、まあ、うちみたいなところでね、金融機を作って、逆に言ったらもう作っていただけるっていう、ような、ね、レベルなんです。作って、作らせてやるよみたいなね、そんな立場じゃないんで、うちのチャンネルがね。で、変な切り抜きね、そうやって作っていただけることでね、またうちのチャンネルがね、収益化達成するかもしれませんし、まあ、ニコ動の方はもう収益化ができてるんで、それでね、再生数が、こっちの方も増えて、で、なったらいいなっていうのがあったりするんで、で、ニコニコ動画に関してはちょっとまた説明が必要になってくるんで、それさえちょっと、この後またやりますけどね。で、二次使用した動画の、収益化も大丈夫でしょうっていうことですね。で、まあ、共通事項1で、さっき言ったね、この、
禁止対象になってるね、ところ、ここのところはダメですけど、そうじゃなければもう商用利用もいいですよ。もちろんその、ボランティア、収益化せずにね、するっていうのは、それもあのオプションで選んでいただいたら大丈夫なんで、こっちの方で、いや、あの収益化して、こっちに分けてくださいとか、そういったことは、一切言いません。もう全部100ゼロで、取ってもらって、大丈夫です。っていうことですね。いうことなんで、まあ、ぜひね、あの、気軽にね、作ってみてほしいなと思います。で、まあ、あの、法的にまずいところとかあったら、その、計画するよとかって言っておりましたけど、別に普通に最初はね、あ、ちょっとそこのところまずいんで、あの、そこはちょっと修正して、あの、出してもらえませんかとかっていうようなこともできるんでね、ぜひ、あの、E メールでね、送っといていただけるといいかなと思います。ということでございますね。で、あとは、次から、説明、細かくね、もうちょっと細かいところの説明をしていくんですけど、ここで、大事なところは、ニコニコの場合と、YouTube、とかの場合で、ニコニコとその他でちょっと分けてね、説明したいと思います。というのは、ニコニコの場合は、うちのところが収益化プログラムがあって、さらに言うと、そういった二次使用が、に対する サポートプログラムみたいなのが、いくつか用意してくれてあるんで、あの、YouTube はもうそれぞれ本当に事務所ごとに、通してね、契約して、それぞれやってくださいよっていう感じなんですけど、ニコニコに関してはもうそもそもニコ動画の、システムツールの中にそういったコラボ用の、分配をするようなシステムとか、あと親作品、親子、子供手当か、子供手当っていうようなシステムがあって、親作品と紐付けしておけば、親の方にも、その、いやとか行くし、そのリンクが貼られて、こういった作品が、その、派生系列として作られてますよ、みたいなのが、コンテンツツリーとして作られるっていう、コンテンツツリーがあるんですよ。っていう機能があるんで、ぜひね、それ、あの、使っていただきたいな、ということでございます。で、1人、ね、共通事項1人、さっきまで説明してたところになれば、もう自由に、使用してもらっていいです。で、こっちの、その、ニコニコの場合は、コンテンツツリーにて、使用動画を親作品として登録するように、してください。まあ、これニコニコ動画の方でそういったようなシステムがあるんです。これね、あの、ウップ主、ニコニコこれね、アップしてる方なら、あの、パッとわかりますし、あの、そのあたりは説明がニコニコ動さんの、公式のところでいっぱい出てますんで、ね、それ見てもらったらいいなと思います。で、これだけね、ちょっと押さえておいてほしいんですけど、コンテンツツリーでの親登録だけで大丈夫です。これで、しておいていただいて、その動画が、その収益化の、報奨金プログラムだったね、クリエイター報奨金の、登録をしておいてもらってるんであれば、もうそこから自動的にこっちの方にも、あの、紐付けいただいて、こっちの方のその、分配金の方に、加味されるよっていうようなシステムになっているので、もうそれで全然大丈夫です。で、ちょっと気をつけてほしいのが、コラボレーター登録っていうやり方もあるんです。あの、ニコ動って2つ大きくやり方があって、で、今回の場合はコンテンツツリーのみが対象になります。コラボレーター登録っていうのは、これも収益を分配する方法なんですけど、これは登録しないでください。これ登録する場合っていうのは、利用者間でね、それこそさっき言ったその YouTube の収益分配の話みたいな感じで取り分を決めましょうみたいな感じでやる。まあ基本的にはコラボレーター登録の場合は、私の動画にもう一人出てきてもらいました。今後ちょっと使うことがあるんですが、うちのところでも。もう YouTube で上がってるやつだからいいか、じゃんけんのタブとかね、あのあたりとかは別の人が出てもらってます。で、実は彼は、あの、ウプ主なんですよ。ニコ動でアップロードとかもやってて、で、プレミア会員なんで、実は収益化の対象になってるんで、彼がコラボレーターとして、その、登録をされますよっていうので、まあ、その子はもうこっちの方で、ね、話をしておってね。で、これは当事者間で、あらかじめね、分配金をどうするか、50-50にするのか、7-3にするのか、8-2にするのかっていうようなね、ような、収益の分配をね、話をして、まあ、元が2円、3円とかなんでね、それをさ、1.5 円に割るぞとかっていう、悲しい話でもあるんですけど、まあ、一応ね、そういうような感じでね、ちょっとやってもらってますしね、まあ、ちょっとでもね、ということで、させてもらいますんで、
ていうような感じで使われるやつなんですよ。一緒に動画を撮ったよとか、まあ、VTuber、V さんの場合ですよね。同じサーバーのところで共同でね、集まってやりましたよとかっていうような場合に、それを生配信とかしてるときに、分配とかするやつ。そういったような感じで使われるんで、今回のような、二次使用とかの場合には、このコラボレーター登録は、すると、問題になってしまいます。で、原則、それが NG になってますので、そっちの方は、使わないでください。多分私の ID とかが、まあ、公開 ID なんで、その辺とか入力者がその登録ができちゃうんですけど、登録して、その分配金を私が受け取れると問題になっちゃうんで、ということですね。まあ、そこはちょっと難しい、ところなんですけど、一応そういった、ことになってますんで、そこはちょっと気をつけておいてください。間違えてね、これでね、半分ね、収益ね、山城さんに、あげようというね、全員でね、やってもらうと、しちゃうとね、逆に、NG くなっちゃうことがあるんで、ちょっと気をつけておいてください。コラボレーター登録だけはしないでね、ってことですね。これで次の、親登録ですね。の方でお願いしますということです。で、使用した動画のリンクを概要欄に、記載いただくことが望ましいです。これは、複数ね、使用している場合は、マイリストを使ってもらってね、それでリストでね、このリスト、使っているリストはこちらですよっていうのがあったりします。YouTube でいうとこのプレイリストですね。ニコ動だとマイリストって名前になるんで、ニコ動のマイリストとか、まあもしかしたらニコで単体使ってる場合は概要欄のところに貼ってきてもらったら大丈夫です。ニコニコの場合はね、概要欄に、貼っておいていただくと、まあまあまあなしでもいいんですけど、というのは特にニコニコの場合は、そこまで強くは言いませんっていうのは、親作品の登録してくれてあったら、それだけでリンクでね、親で、この作品が親として、登録されてますよって言って、一個しか確かでも親子登録って、お母さんね、3人もね、まあまあまあ、育ての親とね、産みの親とね、乳母と、いるような場合はあるかもしれませんけど、基本的には、血の繋がった親子はね、お母さんも一人だけになりますんでね、っていうことなんで、そういったような感じの登録の仕方になるんで、複数のね、切り抜きを集めるっていうようなのが、基本的にはあんまりニコニコないんで、ということなんだと思いますけど、まあそういった場合はね、マイリスト作ったりとかして、まあもしくはね、リンクにビチャッと貼っといてもらえるとね、その使用した動画の、いいかなと思います。で、あとは収益を得た場合、何らかの形でスタッフにね、貢献いただけると嬉しいな。嬉しいなっていうことで、まあね、もちろん強制じゃないですよ。全部持っていただいてね、うへへへへ、しめしめしめ。全然いいんです。全然いいんですけどね。まあね、まあ別にね、ちょっとね、まあ、ちょっとしたね、まあまあまあね、なんか、俺が編集したら、10再生ぐらいだけど、ね、100万再生とかね、入って、なんか何百万か入っちゃったなっていうような時にね、まあまあまあね、数千円ぐらいね、ちょっとね、恵んでやるかとか、そういうのでもね、いいんだよね。ニコニコは、ギフトテストっていう機能とかがあったりしても、私の収益を受け取れるようになってますんで、それにしてもらうといいかなと思って、もちろん広告発表ね、その元動画の方に広告つけてもらってね、この動画面白いですよとかってしてくれるのでも全然嬉しいですね。ということですね。で、まあ、スパチャって書いてあるけど、スパチャはないか。ニコ動とかは、とかっていうような感じで、まあ、もしかしたらね、その頃にはね、YouTube のチャンネル収益されてるかもしれませんからね、そっちの方で、スパチャ投げてもらうとかでもいいですね。全然ね、私はね、受け取ることに全然ね、みじんも、戸惑いませんのでね、どうぞよろしくお願いいたしますということです。まあ、グッズ購入って書いてあるけど、一応ね、そういった計画進めようとしたんですけど、ちょっとね、今、また、全然ちょっと進んでないんでね、そっちのこととかもね、まあ、おいおいですね、はやっていきたいなと思ってますんで、ぜひね、そのあたりが、いただければと思いますということですね。で、ニコニコはこんな感じで、その他ですね、YouTube、TikTok、Facebook と、もうこれはもうひとまとめで、説明させてもらいます。で、同じようなところは、共通事項1、2に定職してなければ自由に使用していいですよって、ここは一緒ですね。で、チャンネル、作品の収益化に対して、スタッフセールへの、許可取りは不要としますよ。ですが、さっきみたいな親子作品みたいな、そういったシステムがないんで、他のところにはね、ですので、そこのところはね、別に、不要ですよというふうにさせてもらいます。
で、ですので、まあ、勝手に、1000人超えたら、YouTube チャンネル開いたら、いや、元のところ300人しかおらんけど、うちのところも、簡単に1000人超えたやないかな。いや、ちょうどいいな。収益化したら、じゃあ、あれでもこれってわけなあかんのかな。せっかくね、こいつの編集がね、無能なだけでね、俺がうまいこと編集したからね、収益化になってるのにっていうね、可能性ありますんでね。全然大丈夫です。100ドル持ってても絶対大丈夫ですよってことでございます。で、使用した動画の、リンクを概要欄に記載することと、させてもらいます。まあ、これもね、複数ある場合はプレイリストでもいいですよってことですね。で、これに関してはその概要欄ってなってるんですけど、コメント欄の固定、記載 でもいいですよってします。特にYouTube のショーツの場合は概要欄がすごく見にくいんですよね。ですので、どちらかというとコメント欄の、上固定で、登録をしておいていただけた方のか、見ていただける機会が多いのかなと思うので、ぜひね、していただいたらなと思いますね。収益を得た場合に、何らかの形でね、撮影に貢献いただけることが望ましいですよということで、まあ、さっき言ったね、ニコのギフトとかスパチャとかね、そういったような感じでね、投げ銭とかね、してもらえたらいいのかなというわけでございます。そのニコ動の場合は、その親子作品登録しておいたら、もう、自動的にこっちにもね、何かしらの、その、利益が得られるんでね、ニコ動よりは YouTube とか TikTok、まあ TikTok、Facebook、Facebook はでも収益化のプログラムがあるんだわ。ただね、Facebook のね、収益化プログラムちょっとね、かなり言いにくい、ところがあるんで、うちも実は動画投稿とかやってみたことあるんですけどね、まあまあ全然です。実は投稿してから30日以内の動画でないと収益化の対象にならないとかね、30日以上超えてる古い動画は、もう収益化の対象にならないよとか、なんかね、不思議な、ルールがあったりするんでね。あと TikTok はそれ自体ではね、稼げないんでね、まあうちのところとかとかでね、全くうまいやんとかってなってね、稼げないようになりましたとかね、案件とか来るようになりましたっていう場合にはね、ぜひね、まあ何かしらの形でね、まあ、こちらの方にね、ちょっと入れてもらえるとありがたいなと思いますということでございますね。基本これで以上かな。以上でございますね。というような感じでね。まあ先に言ったね、まあちょっと最初にね、ちょっと難しい話しちゃいましたけど、基本的にだから普通の人でしたらね、問題なく使っていただいて、勝手にね、編集も、まあ、勉強にもね、使ってもらったりとかね、いろいろと、してもらったらいいのかなと思いますね。勝手とかもね、全然自由にしてもらったら、いいんでね、そんなたりとかもね、うまいこと、なんかね、ちょっと楽しんでもらいたいね、のに、ね、そのお金のところもね、もう全然、ぐっと、うちのところはね、もうそれでね、うまいこと稼げるんだったら、もうそれはね、ぜひ、投稿者様のね、手腕があるというようなね、見方で、見てますので、そういう感じですので、ぜひね、まあちょっと暇な時とかでもね、全然ね、パッとね、作ってもらえるような感じでね、まあ素材いっぱいありますんでね、そういうところでね、ところで、出してもらえればと思います。ということでね、皆さんもね、ぜひね、動画にね、投稿ね、こういった感じでね、していただければと思いますんでね、ぜひ皆様のね、うちのチャンネル動画を使ったね、二次使用作品のね、まあ、切り抜きとか、マットとかね、ね、編集、作成、投稿で、どしどしお待ちしておりますのでね、どうぞ、今後ともね、スターステールチャンネルよろしくお願いいたします。ということでね、これぐらいでね、この動画を締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。